はい、どうもこんにちは。皆さん、ネイチャーギャークです。はい、久々でございます。まあ、今日は重機名先生も、今日も久々にマネージャー同行でございます。お願いします。最近忙しすぎますからね、はい、また。サミヘイさんも超忙しいです、はい、まあね、皆さん忙しい中ですね、今日はですね、とうとう我々ネイチャーギャングの、アジトに今日は行きたいと思っております。今実はですね、アジトを、作っているということで、はい、今日は友田少年も、今日は久々に全員集合じゃないですか。はい、久々のもんと顔合わせでちょっと嬉しいですけどね。はい、ということで早速現場に向かってみましょう。はい、ということで我々現場に到着しています。早速ネイチャーギャングの仲間、アジト制作中ということで、はい、我々出遅れておりますが、やっております。やばい、ローカルギャングもやばいですね。ネイチャーギャング最もアジトに近い北村選手まで、ちょっとリハビリには重い。ママ重いやってますよ。この方復活しました。やったリハビリがてら小屋作ってみようかな、なんて。いや、素晴らしいですね。見てください、皆さん、ここが我々の新しいアジトになっております。いや、最高ですよね。いや、最高ですね。ビスってどういうことちょっと説明をしていただければ、私も参戦したいと思います。これを今俺が作ってる。ヘイ、ということでですね、ネイチャーギャングのアジト、すごい素敵なアジトですよ、これ。もうちょっとこっち見てもらっていいですか。最中ですけど。この方復活、釣りも復活して、なんとリンクまでが付けたんです。みんなが欲しかったらこれだろ。間違いないですね。これまな板こう置いてこうしたいんでしょ。そうですね。見てこの映え、見てください、この映え。もう、マダイをこうね、マダイ、まあ、うろこ取りながら海最高ですよ。最高ですよ、これもう今、ほんとエキサイティング、興奮しています。はい、ネイチャーギャング、もうこれ次のフェーズに入ってますから、我々はい、私ももうちょいしたらね、活動休止なんで本業の方が、こっちが本業になるじゃないかっていう噂されてますか。はい、もうサミヘイ一本でお願いします。いや、もうサミヘイね、あれ、海にいるよ、彼はと彼はとにかく、ね、ここにいるか、海にいるかという感じですけど引き続き皆さん、ちょっとじゃあ今メイキングでございます。はい、メイキングオブネイチャーギャングアジト、お楽しみに。よろしく。
しいなこれ。昨日今日も今日はちょっとこれ今日も罰ゲームですから釣れなかったからすごい電球がついてます。ソーラーパネルで。すごいすごいですね、このソーラーパネル。わー、本当だ。すごいこれだけです、電源は。やばいっすね、天然インフラで。いけます、いけます思ったよりうまくいきました。あー、ギリギリ余るな。すごい効率悪いな。開けっすね。皆さんおはようございます。おはようございます。はい、今回ですね、皆さん作る過程を見てもらったと思いますけど、はい、はい、我々とうとうね、二人でやりきった。二人でやりきりました。やりきった。二人で本当によく頑張った、ここまでこの道のり。本当に。この炎天下の中ね、いろいろ。少ない時間を使ってね。ね、本当に。はい、よくやりました我々。はい、友田少年とサミヘン、はい、本当に頑張りました。はい。ね、残りのメンバーはどこ行っちゃったんですか、本当に。本当。本当に来なくて。本当ですね。やる気を感じられませんね。うん、はい。ということで、言いたいことはここら辺にして。はい、とうとう完成のアジトを皆さんにご紹介したいと思います。どっから行きましょう。やっぱ裏から、裏からですかね。まずは裏から説明しながら、ちょっと、はい、裏こんな感じですね。はい、お願いします。まずボードを立てかけられる、これも洗ったやつをね、やばいですね。ここに立てかけといて、はい、水抜くわけですよ。はい、はい、もういっぱいいっぱいいっぱい置きます。いっぱい置きますね、はい、これね。シャワーね、シャワー2つ、はい、じゃあ2つあります。これ見てください、これこだわりのおしゃれな海外のおっさんばっかりなので、ね、これやばいですよ。これもう素敵なあのゲスト出してみますよ。はい、ほら、この緩やかなね、おしゃれですね、これ。これですよ、これいいですね、はい、ちょっとあれですね、セレブな感じ。そうですね、ちょっとビキニな女性あたりをちょっとここでちょっと、ね、あ、やってほしいですね。絵になると思う。もうあれだってここ羽つけてもいいんだ。ここ羽つけても、ね、羽つけてもそれもありですね。この我々のアジトに関してははい、これはね、こっちはボード洗い用、道具洗い用のね、水を、はい、体も、まあこっちでも洗いますが、はい、ちょっとね、細かいあれ。こっちもダブルシャワーマジで熱いですね。ダブルシャワー熱いです、これは。2人でもいけるし。そうですね、ここもね、なんかちょっとうまく、結構これね、道路からもがっつり見えるんですよ、うん、ここ。そうですね。だから、ここもなんか、なんかね、ネイチャーギャングって入れるのか、うん、ちょっと誰か素敵な、そうですね、スポンサーさん。そうですね、あと絵描きさん、ちょっと募集してます。はい、ね。お願いします。一回書かれてるんですけどね。一回書かれてる。これよく言うとなんか、地元のおじさんで書いてる。地元のおじさんが書いてくれた。却下されました。じゃあ次、これは中に侵入したいところですが、じゃあまずこっから行きましょうか。はい、じゃあ、ね、お願いします。ちょっとレトロな感じの扉で、はい、こんな感じです。でーねー。はい、ということでこちらもボード置き場になっております。わお、素晴らしいですね。はい、置けますよ、ここも完璧じゃないですか。しかもですね、ここね、オープンデッキになっておりまして、こんな感じ。なんとこんな感じっすよ。わー、じゃあ座ってください。座っちゃった。ちょっとこれ、やばいですね、オープンデッキ。いいですね、うるさめの顔で、これ完璧です。そしてこれね、もうこれ、横がこういう風に閉まってるパターンです、これが。そうです ね、 ね、これ開きますね、こっちもね、はい、で、これが開いた場合のパターンになっています。すごいいいですよ、これ。かなりレトロのなんか感じと味がありますよ、これ。ここのね、なんか向くべき隙間が空いてる。はい。これがよくわかんないです。物落とすじゃんって。なるほど。そ
で、落とすとなんか有料で取ってくれるらしいんですすごいシステムですね。ネイチャーギャングのアジト、すごいシステムですね。はい、そしたらちょっと、これは何ですか。ここは、ちょっとね、魚を捌く。あ、まだね、これ作ってる途中なんですけど、こういう感じ。もうこれ津本式、津本さんですね。これのちゃんとしたやつをここに置くんですけど、今日はとりあえずこれを持ってきました。とりあえずね、はい、まあ、これまだ今、そうですね、段階ということで、はい、ここは改造、はい、とりあえず今こっちのね、アジト、紹介中でございますが、いやー、しかもね、オーシャンビュー、そうなんですよ、もうスーパー素敵なオーシャンビューでですね、もう僕からもう誰が出てるかとかも分かりますし、今日うねりの感じとかも分かりますしね。そうそうそう、はい、波打ち際もね、簡単に見えるんで、はい、分かりやすいですね。もう青少バイパス目の前ですね、ほんとこれでもうだからこんだけもう見えちゃうわけですね。ここそうですね、ここね、はい、あの通るとやっぱり見えるね、すごいここだから目立つんですよ。まあでもちょっとここはネイチャーギャングの新アジトということで、皆さんぜひともちょっとこれからゲストの方もね、ちょっといろいろ呼びたいですね。そうですね、はい、はい、ちょっとね、今後はゲストの方もね、ちょっとどんどん呼んでいきたいと思います。ちょっともうリストに載ってる方たちがいるんでそろそろ来てもらいましょう。お願いします。はい、ということでネイチャーギャング新アジトでございます。よろしく。